の予想ライブ中継スマホ一つで地方競馬全国制覇レディどこでも買えるお得ポイントたまる楽天競馬投票オン楽天競馬 みなさんこんにちは楽天競馬ポイントもらっちゃお娘ポームスの森永真彩と同じくポームスの津田まりなとジャスウリアッチですよろしくお願いいたします,しします今回は5月4日祝日の火曜日相模田競馬場で行われます第22回兵庫チャンピオンシップの予想をお届けいたします まあ、兵庫チャンピオンシップといえばその後ジャパンダートダービーにつながる前哨戦としてもすすすごく重要なレースででもんねねそうですねで地元兵庫の馬にとっては3冠レースの中に位置づけられているレースですから、うんはい、地元馬にとってももちろん重要な一戦ですよね、はい、さあそして今回も楽天競馬公式 LINE からメッセージが届いておりますので一つご紹介します。 5月5日に馬券対決アンカツさんが出るということですがボームスチーム応援していますフルアッチが出ていないのが残念ですが楽しみにしていますということですはいということで5月5日また楽天競馬ライブで 馬券対決するんですけれども船橋競馬チームはアンカツさんと「大うの奇跡」からえ星野菜々さんと成瀬琴さんがいらっしゃるという<ー>また筋肉のお話聞けるんですかね馬の筋肉の名称ね <laughs> そうあれすごかったですもんねすごいですし大うの奇跡の皆さんほんにこう予想もすごいし理論もすごいし馬券の買い方も上手ですから、はい、強敵ですよしかも安藤さんも来てくれるんだったらいやー確かにアンカツさんもいる豪華ですよね。ね でも古谷さんはやっぱ稲富ちゃんが出ないと出てくれない,んないですか、ね、あ、そういうこと、ね、とうとうもう稲富ちゃんがいないから出ないっていうことなんですかうん、まあ <laughs> まんざらでもないみたいな感じ普通にスケジュールがわざかっただけでしょ古谷さん <laughs> ズボシ感がすごいですけど大丈夫ですか古谷さん、まあ、あのお二人も出てるある曲のね、うん、解説なので はい。はい、私 G1 の時はだいたいそちらの方に出るんで申し訳ありませんいやそちらでも頑張ってください,ださい MC は矢野さんに来ていただきました <laughs>、はい、矢野芳子さんにお願いします、はい、ぜひご覧くださいまたこちらもお便りありがとうございますえラインでのお便りこれからもお待ちしておりますえー、では予想に参りましょうまず古谷さん兵庫チャンピオンシップはどういったレースになるのでしょうか もうマリナルとマーヤちゃんは知らない時代でしょうけれども昔はアラブのメッカと言われてたぐらいアラブの競馬だけが行われてたんですけどもサラブレッド導入とともにですね、はい、コースを若干、えー、拡張というか34コーナーに上り下りの坂を設けてサラブレッドの競馬に対応できるコースを作って、えー、そして、えー、徐々にその世代がこうデビューをするにつれてですね 三冠、はい、も整備され、まあ、その中で兵庫チャンピオンシップ JRA との交流戦というのが2000年にできたということになります。まあ、最初の2年はあの地方馬が勝ってしかも第2回はあの「ローワード・ボクシング! <laughs> ね」<laughs> だったわけですけれども、はい、吉田さんね吉田さんそうそう <laughs>、はい、第3回以降はずっと JRA の馬が、えー、勝ち続けてるという状況です。 でこの一つにはあの兵庫ダービーを考えた時に、はい、JRA との対戦で疲労を重ねるとという面からですね、兵庫勢のトップクラスが避けるんですよね。ああなるほど。だからまあ今年も菊水勝馬出てないでしょ。 そうなんですよね。その辺でやっぱりメンバー的に j r デーが独壇場になっても仕方ないようなメンバー構成になってますよね。うん、なるほど。まあそして今回この今回というかまあ園田1870メートルという距離で行われるんですけれどもその舞台がこちらこちらのコースというのはどういったコースになるんでしょうか。えっと二コーナーのポケットからスタートして。 まあ1周と4分のすする感じですかね、うん、で先ほども言いましたがそのサラブレッド導入を機に34コーナーに上って下るという,う,うコースになってます残り400のところが第3コーナーになりますのでそこが上り下りですから勢いをつけて上って、はい、で下りを利用して、えー、差し馬というのはね一気にまくりをかけていくっていうそういうレースになるんですがそこで足を貯められる 先行タイプっていうのがやっぱり優位は優位ですよねうんでまして JRA の馬にとってはメンバーも楽なので相当道中前で折り合いをつけて運べますからペースアップした時にやっぱ地方馬にとっては苦しくなる展開というのが考えられますわかりましたありがとうございますでは今年のメンバーを見てみましょうこちらです はい、ということでご覧のメンバーとなりましたがマリナラさんいかがでしょうか。はい、い今年も大変楽しみななメンバー揃ったなと思います、まあ。菊水晶馬は出ては来なかったんですけれども、はい、菊水晶三着馬は出てきましたし、うん、JRA 勢がまあ強いレースではあるんですがこのコースってコーナー6回回るのでやっぱりそういう器用さとか、はい、そういうところも問われるのかなと思っております。うん、フレアさんはいかかがでしょうか あの再三言いますけど菊水賞のワンツーが出てこないというところで兵庫勢にとっては苦しいメンバーですよね、うん、まあただあの菊水賞で一番人気だったサラコナンがその今季まだキャリアも浅いですしね、はい、ひとたたきされて上積みがあるかどうか、まあ、前回のレースを見てると距離が伸びていいかどうかっていう部分もあるんですけども。 なんが出てくれたというのは非常にこう兵庫勢にとっては望みというところもあるし、まあ、それに先着している盈進響き、まあ、こちらはだいぶキャリアを積んできてますんでね、はい、その豊富なキャリアと血のりを生かしてどういったレースになるかというところでしょうがやっぱり JRA の伏流ステークスの勝ち馬などが出てきている JRA 勢は相当優位だと思いまますわかりりしたありがとうございます。 えさて兵庫チャンピオンシップは楽天競馬で馬券を買っていただくと楽天スーパーポイント10%ポイント還元レースとなっております皆様ぜひエントリーして馬券購入してください嬉しいがたまる楽天競馬では印の発表に行きましょうまずはフリアさんからお願いしますはい本命がゴッドセレクション対抗ロードエクレール黒三角が乱走バース以下このような印としました。 はい、ありがとうございます。まあ、本目は5番ゴッドセレクションということですね。はい。まあ、伏流ステークスを勝って挑むわけです。けれども、こちらは？えっとデビュー戦が新潟で7着に敗れたんですけども、はい、えー、その後2戦目からブリンカーを着用して、そのブリンカー着用後は4 0 0 3勝3着1回と 1>、うん、もうその効果が歴然と出てます。 で中井騎手がレース後のコメントでだいたいその一歩目を大事にしているというのが伺えるんですけど、はい、ちょっと背腰がまだ緩いということでまあゲート決めないとやっぱり仕掛けて位置を取りに行くっていうのは相当無理が効くあの無理なレースになってしまうとだからそうさせないようにスタートにまず気を使って決めたらスーッと前につけて。 まあその後はその道中負担をかけてないのでしっかりと伸びてくれるというようなレースからえ結果を出してるというところはあると思うんですよね。はいはでまあ、して頭数も、まあ、その有力馬が限られている状況なのでブリンカーをつけてるような馬ですけれどもまずないこれがもう最大の利点だと思います。 あとはやっぱ唯一のオープン勝ちという JRA 勢の中ではですけども、はい、その点からもメンバー的にはだいぶ楽かなという気はしますよね。うんさあそして対抗がロードエクレールということですが、まあ、スタートが鍵になりますかねこれも逃げて2勝している馬なので、はい、やっぱりいけないともろがあるというのは2走前に見せてますからうん、えー、まあ本命打った。 ゴッドセレクションン同様ににスタートトがポイントになると思いますでロードの方がどちらかというと先手を主張したいタイプですよね。うん、だからそれがぐっと外から行ってくれて、はいえー、ゴッドセレクションが外の2番手。でつつかれる展開になった時にがんどこまで頑張れるかだと思います。うんやっぱりあの追われるん追いかける方が追われるよりも優位じゃないですか。 追いかける方が追われるよりも有利、うん。やっぱりいつ迫ってくるかっていうのをビクビクしながら先頭にいる方がね。だからマークされるとね、その分大変ですからね。そうそうプロ野球でもゲーム差を開いている首位だっつってもいつまでも安泰じゃなくてやっぱり追いかける方がこうなんとか打倒みたいな感じで、ね。いやいや。プロ野さん、阪神は安泰ですよ。<laughs> <laughs> <laughs> いう感じもあるんでまあ、兵庫らしく阪神の話題をねちょっとしてますけど、まあだからそういう面でもやっぱ展開的にゴッドセレクションの方が優位かなというふうには感じました。まあでも逃げてる方が逆転の目はありますからね、はい、やっぱその辺も加味して対抗と要はかつチャンスもある対抗という考え方をしてます。うん 黒三角がランス・オブ・アースですが伏流ステークスは10着と案外な結果となってしまいましたがいや3番手以下は本当にね難しいですよ。うんここはあの順番優劣つけましたけど正直、はい、何でもありだと思います。だからこの3着候補に兵庫勢も食い込んでもらいたいなという思いはあるんですけどただ30日にコバのオープンバと合わせてるぐらいなんで。 相当出来はいいいと思いますよなるほど、うん、兵庫勢だととと響きということですかねやっぱサラコナンがね菊水賞が追って伸びなかったしユースカップなどのレース見ているとマイル・イ、ま、カ、あの方がベストなのかなとそう考えると菊水賞で結果を出している栄心響きに、うん、まあお父さんもワンダーキュートですから中距離での魅力というのを感じますよね。はいいありがとうございます それではマリナルさんの印をお願いいたしますはい私本命は10番のロードエクレールにしました対抗に7番リプレイザー以下ゴッドセレクションランスオブアースエーシン響きまでというふうにしましたまず本命ロードエクレールにしたんですけどこの兵庫チャンピオンシップ過去10年振り返ると一番人気馬の副勝率が9割ありましてで過去10年で 2017年だけ一番人気が馬券に絡まなかった年があるんですけどその年も2番人気3番人気が絡んでいて、まあ、基本荒れないで連帯は過去10年で、えー、全部5番人気以内ですから基本上位人気馬上位人気になりそうな馬を中心に考えたいというところで JRA 勢が過去10勝してますでどういう馬が来るのかっていうふうに見ていくと伏流ステークス組とあとは JRA の1勝クラス9500番下組が良い。 でその中でじゃあどういう衣装クラスをこう、えー、出走してきた馬がいいのかっていうふうに分析さらにすると衣装クラスの中でも特にダートの、えー、1006から1008まあまあの距離を走ってきた馬距離実績が結構重要っていうようなことがありまして、うん、ローードエクレール前走を勝ってきて,るっているとうころですよねであとこのレース、まあ、その他のコースを考えた上でもやっぱり逃げ栓工場が有利で。 過去10年でで逃げ先行馬で9勝なんでまあちょっとでも前にいた方が良いでスタートはちょっとポイントにはなるでしょうけどスタート決めさえすればまあいいんちゃうかというふうに見ました、はい、で「対抗リプレーザー」で「黒三角ゴッドセレクション」というふうにしてるんですけど、あのー、地元勢では「栄心響き」をちょっと入れてみました。 で、地方馬で過去10年馬券に絡んでるのが20 2011年2着の「北摂サンデー」と2019年3着の「バンローズ・キングス」ですけど、まあ、いずれも菊水奨組で今年12着馬以内となると3着馬を買いたいというところでもしかして3着ぐらいならあるんじゃないかというふうに期待してこんな感じです。はははい、いいい、ああ、りがとうござままます。す。さもお願いししし、はい、私はこんな感じにしました。 本命が5番「ゴートセレクション」対抗10番「ロードエクレール」そして黒三角7番「リプレーザ」ー、以下8番「エコロディバイン」と「ランス・オブ・アース」ということにしました、まあ、過去10年べて JRA 所属馬が勝っていて特にその10勝中8勝が「立党の馬」ということで、まあ、本命はゴートセレクションに私はさせていただきました。 でゴッドセレクションってデビューから一貫してずっと 1,800m を走っているというのも、まあ、距離実績という意味でも心強いですしそれで5戦3勝前走の伏流ステークスも 勝って、まあ、その6番人気だったわけですけれども早めに先頭に立ってから後続を振り切って1着というその勝ち方も鮮やかでしたし人気はすると思うんですけれども、まあ、マイナーさんもおっしゃっていましたが比較的人気で決まるレースだなとも思いますので兵庫チャンピオンシップは。なので、まあ、本命はこの馬にしたいなと思います。で対抗がロード・エクレールですね。 まあフレアさんもおっしゃっていましたがやっぱりこの馬はスタートが鍵になるかと思います、えー、芝でも,も走っていたんですけれどもダートで2勝でその2勝とも逃げて勝っているということでまあ、スタート切って逃げられればこの馬が勝つということもありえるかなと思います後ほど馬券でご説明しますがこの馬の一着の馬券も入っております で7番「リプレーザー」やっぱり距離が気になりますよね黒三角には挙げさせていただいたんですけれどもうんまあ目下2連勝中で勢いはあると思うんですが今回の 1870m がどうかということですね。で過去10年の成績を見てみるとですねこの兵庫チャンピオンシップ枠で6枠,、えっと、6枠と7枠 真ん中より外が結構いいね。は外はしんどいけど真ん中より外目の方が良いっていう感じですよね。うんはい、なのでまあ6枠7枠ということで7 8 9 10の馬を全部入れています。<laughs> はいまあ、本命は5番なので5枠なんですけれどもこんな感じで私は買わせていただきました。はいえー、ではフレアさんから買い目をお願いいたします。 三連単とゴットセレクションの頭2着候補にロード・エクレールとランス・オブ・アースという3連単と、はい、ロード・エクレールが逃げ切った場合のことを考えて3連複2等軸で3点も抑えておきたいなと思ってます。ちゃんを隠してしてまった いいですよ。よ別に隠していただいて大丈夫ですよ。<laughs> じゃあ思いっきり隠します。<あ>はい、いやいいです。買い目の方が大事ですか。<laughs> はい、はい。ありがとうございます。さあそしてマイナロさんお願いいたします。はい。私はロードエクレールからなので、まあ、来るなら逃げ切りで頭でしょうということでもう頭固定にしました。うん、で相手は結構まあ、人気場で来るよとか外目の枠がいいよっていう話はありましたけど、にしても結構今回のメンバー何でもあり。 なところもあるんじゃないかと思いまして、うん、えー、2,3着候補は印の馬全部っていうことで合計12点で買いたいと思いますで楽天競馬資金配分機能があるので安いところはちょっと厚くして上げ下げつけて資金配分して買いたいと思います はマヤの買い目もお願いします。はい、私は三連単二軸マルチにしました。五番十番から七番八番九番の十八人、まあちょっと多いかなって思うんですけれども、楽天競馬の試験配分機能を使って買いたいと思います。嬉しいがたまる楽天競馬。ではここで楽天競馬からのお知らせです。第22回兵庫チャンピオンシップは10%ポイント還元レースとなっております。 ぜひエントリーしてご参加お願いいたしますそして楽天競馬公式ラインでは番組に関するご意見やご感想を受け付けております送ってくださったメッセージは番組で紹介させていただきます皆様のメッセージお待ちしておりますえー、そして次回の動画なんですけれども楽天競馬ダートグレード競争予想討論会次回の放送は 5月5日祝日の水曜日に船橋競馬場で行われます柏記念の予想をお届けいたします皆様こちらもぜひご覧ください また5月5日当日は楽天競馬ライブもありますので皆様ぜひ YouTube かニコニコ生放送でご覧いただけたらと思いますなるべくまあコメントも拾ったりして皆様と一緒に楽しめたらと思いますのでこちらもお楽しみにまたエントリーしたらお得なポイントキャンペーンもありますしそのプレゼントキャンペーンもありますのでこちらもぜひ楽天競馬のホームページをご覧ください。はいまあ、どっっちのチームがが勝つつかを予想しててていいたただいてそれが当たってかつ えー、5000円以上対象の馬券を買っていただくと柏記念オリジナル T シャツ20名様、うん、そして楽天競馬のクオカード20名様はいでこの T シャツがねむっちゃおしゃれなんだよ<え>ほらかっこよくないね、だ段もこういっぱい着られそうな「そうですね、柏記念」ってこうねコース図が書いてあったりして。<laughs> 欲しい <laughs> 欲しいですねぜひぜひ、あのこのチャンネルチャンネル登録していただいて通知をオンにしていただければ見られます。当日1時30分から午後5時頃までやりますので、ぜひ、はいね、ご覧ください,、はい。合わせてこちらの YouTube チャンネルのチャンネル登録ともし面白いねって思って、面白いなって思ってくださった方はいいねをお願いいたします。大変励みになります。よろしくお願いいたします。 では、そろそろお時間のようです。古谷さんお願いします。楽天競馬で全国制覇。いざ、兵庫チャンピオンシップへ。投票。ーありがとうございました。ありがとうございました。どんな場所からでも投票はできる。 どんな瞬間でも投票はできるその向こうに頑張っている誰かがいるこの投票の先に広がる世界たくさんのみんな,んのみんなこの投票が頑張る誰かとつながっている どこかとつながっている届け私のこの一票つながれ地方競馬いつもどんな時にもみんなの熱くなれる環境づくりを考えていく楽天競馬